はい、こんにちは。理科の授業を始めます。でね、今日は自然環境の保全というね、こういった内容をやっていく。ちょっとね、今回量が多いので、ちょっとね、テンポよくね、早くパパパパってやっていくね。じゃあまずはじめ、日本の自然と災害からやっていく。で、まず地震なんだけど、日本付近は4枚のプレートがぶつかり合う地域であるため、頻繁に地震が発生する地震大国である。4枚のプレート分かってる？北アメリカプレートかね、ユーラシアプレートかね、こういったね、4枚のプレートがある。で、要は地球を考えると、そのプレートが動いて、あるプレートの下に潜り込む。潜り込んだ時に、我慢できなくなってね、ポンって跳ね上がる。それがまあ地震だ。だから、4枚のプレートが重ねなり合ってるから、日本っていうのはすごくね、地震が多い国なんだよね。で、地震より建物の崩壊、今揺れるからね、建物の崩壊、土砂崩れね、斜面になっているところで土砂がダーッと流れてくる。で、津波、これは海でね、海底が、ね、揺れて地震が起こった場合、海の水がね、ザバーンときてね、陸地の中まで入ってくる。津波、液状化現象、これわかる。液状化現象ってよくね、埋め立て地とかでよく起こるんだけど、普通地面って硬いよね。それが液状化する、ね、液体のようになる。そしたら、例えばね、建物が沈んでいったりね、いろいろな現象が起こるんだよね。こういった災害の他に、例えば火災、地震が揺れた時に、例えば夜ご飯時とかであったら火を使ってるよね。そんな火が、燃え移って火事になる。そういった火災やライフラインの寸断、これライフラインって何かって言ったら電気、水道、ガスみたいなね、こういったものなどの二次的な災害が起こることもある。こういったさまざまな災害が地震によって起こるんだ。で、全国2000カ所以上の地点における地震計などを置き、24時間監視しています。また2007年からこういった言葉も覚えておいてね、緊急地震速報、こういった提供が始まった。地震が起こった直後にね、じゃあここの地域には何時何分何秒ごろに主要量というのは、要は大きな地震が行くだろうという予測をして、で震度何々が行くだろう予測して、バーッとね、みんなに知らせるんだ。こういった緊急地震速報、こういった提供も始まりました。いいかな、ここまで。じゃあ次、2番、火山。地震と火山、結構ね、つながってるんだけど、火山は一回噴火すると、溶岩流や火石流、有毒な火山ガスが発生するなどの災害が起こる。広範囲に火山灰が降り、森林や農作物へ被害をもたらす。火山灰がね、広い範囲にバーッと飛び散るので、例えば森林の上に、ね、飛び散って、木が枯れたりね、農作物ももちろんね、上にね、火山灰が降り注いだら、ね、枯れちゃったりすることがある。地震計ね、さっきやった地震計、これを使って24時間監視し、噴火警報を発表する。こういったものもあるんだ。いいかな、ここまで地震と火山。では次、気象現象による災害。例えば台風。台風が通過すると短時間に大雨が降ります。で、河川が氾濫して洪水が起こる。また、台風って、ね、風も強いから強風による建物の崩壊ね、それとか農作物への被害、雨がザー降ったり風がピューと吹くから、農作物がダメになっちゃうりするんだよね。高潮が陸地を襲うこともある。風が強いから海の、ね、表面の水がザパーと、要は波が高くなって、これで、ね、被害を被ることもある。さっき地震は津波だったよね。台風は高潮だからね、ここ要注意ね。これが台風。じゃあ次、梅雨。梅雨の時期は長時間雨が降り続き、地盤が緩んで土砂崩れや土石流が起こったり、洪水が起こったりする。やっぱ雨が降り続けると、地面が、ね、緩くなるんだよね。地盤が緩んだら、さっきね、地震の時もあったけど、土砂崩れ、だーっとね、土がね、崩れていったりとか、土石流ね、こういったものが起こる。で、次、冬には日本海側に大雪が降り、この大雪ね。雪の重さによって建物が崩壊したり、雪崩が起こったり、融雪、要は春になってね、雪が溶けることね、溶けたら洪水が起こったりする。こういった被害もある。で、地球規模で見たら、エルニーニョ現象、これわかる。
まあ、太平洋の、ね、東側に起こる現象なんだけど、エルニーニョ現象ってね、異常に海面の温度が高くなる、もしくはラニーニャ現象、これ逆なんだけど、同じような場所で起こるんだけど、海底の温度が逆に下がる、こういった一部地域の異常な海洋現象が世界中に異常気象をもたらすことがある。いいかな、ここまで。はい、では、次、4番。あ、次ね、自然環境ね。ではね、その次、自然環境。まず1番から、赤潮や青っぽ。これ何かって言ったら、生活排水が大量に海や湖に流れ込むと、それらを養分とする植物プランクトンが大差発生する現象だ。で、通常はこういった生活用水ね、大量じゃなくて普通の量であれば、川とかにいる、例えばまあ細菌とか、まあ、そういったものが、こういった有機物を分解するんだよね。で、また水がきれいになったりする。でも大量に来ちゃったらどうなるかって言ったら、このね、有機物を養分とする植物プランクトン、これが、まあ、餌が増えるっていうことだから 大発生するんだ。大発生するともう要は川の中に、要は密集するような形だね。すると酸素がなくなるとね、酸素不足、いや酸素がなくなったらどうなるか、植物プランクトンなどが死んじゃう、もしくは魚、魚の選ぶこういった植物プランクトンの死骸、こういったものが詰まるなどして水中の生物が死滅する。これを赤潮とか青なんていう言い方をする、まあ、海がね、海とかで湖とかが赤く染まるから赤潮なんて言い方をする。で、次2番、大気汚染、まあ、順番に見ていこうか。大気汚染は化石燃料の燃焼、化石燃料何か分かる？例えば、まあ、代表的なものでいったら石油とかね、こういったものを燃やすことによって、これ何か覚えてるね、窒素酸化物や硫黄酸化物、粉塵、このあたりが大量に排出され、樹木が枯死する、要は枯れちゃうなど、生物の生存を脅かす。これが、まあ、大気汚染ね。まあ、化石燃料の燃焼って何で起こるか分かるよね。例えば、まあ、車もそう、ガソリンを燃やして走ってるよね。だから車も化石燃料の燃焼だ。で、その他には例えば、火力発電所、こういったものも化石燃料の燃焼だ。これによってこういったことが起こるんだ。じゃあ次は括弧の3番、地球温暖化。同じように化石燃料の大量消費があったり、もしくは森林伐採、特に熱帯雨林では急速に森林が減少している。で、温暖化だけでなく生物の生息の場が失われている。で、熱帯雨林ではもちろん森林の伐採もあるけど、他にもこういったね、焼き畑農業とかね、こういったものもある。だから森林がどん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 減少していく。減少することによってどうなるかっていったら、ここからね、大気中の二酸化炭素濃度が高くなり、二酸化炭素濃度ね、が高くなり、地球の平均気温が上昇する。じゃあ地球の温度が上昇したらどうなるか。それにより、高山や極地地方、例えば南極とかこういった場所の氷が溶け、海水面が上昇して、低地が水没したり、洪水や干ばつが増えたりする。こういった現象が起こるから、まあ、地球温暖化っていうのは問題になっているんだ。原因はこれに二酸化炭素濃度。いいかな。はい。では、次行こう。次、4番。酸性。よいしょ。化石燃料の燃焼、これもまた同じような感じだね。化石燃料の燃焼によって排出された窒素酸化物や硫黄酸化物、これが雨に大量に溶け込むとどうなるか。これらって、例えば、硫酸とかね、まあまあそういったものになるんだよね。で、それって何かって強い酸性なんだ。普通雨っていうのは弱い酸性なんだね。まあ、一応酸性は酸性なんだ。なんでかって二酸化炭素があるから、二酸化炭素が水に溶けると酸性になる。だから普通は弱い酸性なんだ。ただこれらが溶けると強い酸性になる。そしたらどうなるか。これにより、建造物に悪影響を及ぼす。例えば、溶ける建物の、まあ、例えば洗面器がね、そういった部分が溶ける、溶けたり、もしくは、故障の魚類などを死滅させたりする強い酸性のものが、川とかね、地面に降り注いで、それが集まって湖とか沼とかこういうところに集まります。するとそこに生息している魚とかが死んじゃう。こういった影響もある。
じゃあ次5番、オゾン層の破壊。大気の上層にあるオゾン層、これ地球の空気がの層があるんだけど、その上のあたりにオゾン層っていうオゾンの層があるんだ。オゾンって要はね、どうかな、酸素の、濃い酸素みたいな感じなんだけど、そういったオゾン層っていうのは生物に有害な紫外線を吸収する。で、地表に届く紫外線を減少させているが、近年これが原因、フロンと呼ばれる化学物質がオゾンを分解し、オゾンの濃度が低くなっていることが分かった。地表に達する紫外線の量が増え、皮膚がんの増加などが懸念されている。ということだ。フロンというものがこのオゾン層を破壊させる、破壊させることによって紫外線が地表にたくさん届く、だから皮膚がんが増えるんだ。じゃあ次6番、生物濃縮。これ何かって言ったら、生物体内で分解されにくい物質が高い濃度で生物体内に蓄積されること。重金属、例えば何があるかな、水銀とかね、こういったもの、これや、人間が作った化学物質、これらは食物連鎖によって次第に濃縮されるに分かる。例えば、例えば、肉食動物とかがそういった純金属とか人間が作った化学物質を食べちゃうと、その肉食動物をさらにその強い肉食動物が食べる。このようにどんどん上位に行くにつれて、高濃度に蓄積されるんだ。で、これらの物質は生物に有毒で、生物の健康を脅かすという、こういった生物濃縮というものがある。はい、では、次ね。次7番、外来種。人為的に持ち込まれた生物を外来種と言います。例えば、日本にはもともといないんだけど、海外にいる動物、それが、人が持ってくる、そういったものを外来種と言います。もしくは、これで逆側、従来からその地域で生息する生物を在来種という。外来種と在来種という2通りがあるんだ。で、問題になっているのはこっちの外来種。近年、生態系などに悪影響を及ぼす外来種の問題が注目されている。例えば、在来種の減少。もともと日本にいるものが海外から持ち込まれたものによって、例えば食べられるとかね。もともといなかった敵が現れるから、そしたら在来種が減少するんだ。下手すると絶滅してしまう。こういったことがある。もしくはこういったのね。在来種の遺伝子の変容、これ何かって言ったら、もともと日本にいた在来種と外来種、これらが組み合わさって子供を産む、こういったことはずっと年々行われてくると遺伝子が変わってくる、こういったことも行われる。またはこういったもの、病原菌や寄生虫が外来種とともに持ち込まれる、今までなかった病気が流行るとかね、こういった問題がある。これが外来種の問題。で、今までやったね、たくさんの問題、ちょっとね、まとめてみるとこんな感じ。二酸化炭素の温室効果、これは地球温暖化につながります。窒素酸化物や硫黄酸化物、これらは、酸性や高化学スモークってまだ出てきてないけど、高化学スモークね、これグラウンドとか夏の暑い時によくね、学生がバタンと一気に倒れたりする高化学スモーク、こういったものにつながります。都市でのエネルギーの大量使用はヒートアイランド現象、地球温暖化にこれに近い、こういった現象になる。それから石油を中心とした自然界にない、化学物質、これらによって生物濃縮が起こったり、オゾン層の破壊、フロン、が起こったりします。あと、例えば不燃ごみ、燃えないごみが、たくさん増える、大量気汚染、こういった問題も起こります。いいかな。はい、では次ね。次、水の汚染の防止。一番初めに水の問題、赤潮とかやったと思うんだけど、これの防止、例えばこういったものね、下水道を完備します。下水道を完備して人の手できれいな水に変える、もしくはこういったもの、工場などからの排水の濃度や総量などを規制します。で、水をきれいにしましょうってことね。次、地球温暖化の防止。温室効果ガス、要は二酸化炭素とかね、こういったものの排出量を規制する国際的な取り組みを行っています。熱帯雨林などでは、植林を進めます。木を植えるということね。あと、こういった、新エネルギーや原子力による二酸化炭素の排出削減などが行われています。新エネルギーについてはまたね、後でもうちょっと詳しくやる。で、次、酸性雨の防止。自動車などの排出ガス中の窒素酸化物
などの量を規制しています。またあれから除去装置の装着や抵抗外車、まあ、あまりねこういった排出ガスが出ない車、これらの普及促進、あとは排煙脱流、脱硝装置の開発なんてものも行われています。で次、オゾン層破壊の防止、フロンの製造を国際的に規制して廃止する動きがあります。でフロンをこれ認定業者って何かといったら、要はフロンを、ね、燃焼処理できるような、特定の業者なんだけど、こういった業者に回収させることを法律で義務化しています。そうした自然店長は、里山のように自然に手を加えて維持管理する、里山これ人里のまあすぐ周りにあるようなまあ自然のところを、まあ、人の手によって、ね、きれいに管理しているというところね。その下、生物との共存、生物の生活場所や子孫を残す活動に配慮した取り組みを行っています。こういったね、さまざまな取り組みによってね、環境問題に取り掛かっている。はい、では、これからの対策。まず、資源の節約ということで、一つ目、リデュース。これ何かって言ったら、製品を小型化したり、過剰包装、まあ必要以上に包装する商品の周りをね、くるむ。包装の廃止などによって使用量を減らしていきます。それから2つ目、リユース。これはガラス容器などを作り替えないで繰り返し使用することをリユースと言います。リサイクル。これは作り替えるんだけど、紙、鉄、アルミニウムなど再生資源として利用する。特にまあアルミニウムなんてね、再生資源として利用したら、まあ、1から作るよりか、もう元に 1割も満たないぐらいのエネルギーを作れるんだ。次、カップの2番。この言葉を置いてね、ライフサイクルアセスメント。ちょっと難しいけどね。何かって言ったら、原料の採掘から廃棄リサイクルまでの全過程における投入されるエネルギーや環境への影響を考慮して製品を評価する仕様。まあ、例えばどういうことかって言ったら、太陽電池とかすごい環境によく思えるよね。でも、太陽電池自体を作るのに、まあ、例えば環境に悪いことを化石燃料を燃やしてなんかしないと作れないとかなれば、太陽電池自体は環境にいいんだけど、じゃあ全体を考えたら環境にいいのかどうか、こういったものを考える、これがライフサイクルアセスメントという全過程における、まあまあこういったね、全過程でまあ製品を評価する、こういった指標だ。じゃあ次、科学の成果、宇宙とか海洋の開発に伴う全地球観測システムとスーパーコンピューターの、発展によって問題の把握と評価予測が可能になってきていますということだ。はい、ここまでかな。ではね、次いくよ。新エネルギーの利用、発電によって環境に悪影響を与える廃棄物は出ないが、自然状況によって発電量が変動し、資源量が限られているんだ、新エネルギーとはね。自然状況によって発電量が変動し、まあ、例えば風力発電、風が吹く日はいっぱい電気がいるけども、風が吹かない日はあまり電気が来ないとかね。ただ、まあ、地熱発電は、これはある程度、まあ発電量は変動しない一定なんだよね。発電量が限られている、まあ、そんなにね。例えば枯れることもあるってことだ、まあ、太陽光とか地熱、この辺は、ね、限られてない、まあまあ、ほぼ、まあ、太陽がある限り永遠にずっとあるということだ。そうした原子力の利用、発電によって二酸化炭素などは出ない、原子力というのは二酸化炭素、こういったものは出ない、まあ、さっき言った、ね、窒素酸化物がこういったものも出ない。で、安定した大電力の供給ができる、たくさん電気が出るんだ。ところがもちろん悪い点もある。何かって言ったら、核燃料は廃棄物から強い放射線が出る、放射線ね。こういったものが悪い、要はいい面と悪い面ね。また発電量の調整がしにくい、これ何かって言ったら、原子力発電所って1回作動させると、あ、今日はちょっと電気少なくていいから今日は少なめに作ろうとか、こういったことができないんだ。火力発電はある程度自由にできるんだけど、原子力発電は止めるのにとても時間がかかる、もしくは起動するのにすごい時間がかかる。だから調整というのはしにくいんだ。で、次、バイオ燃料の利用、使用しても二酸化炭素の増加を引き起こさない。一方で食料生産との競合や農地拡大による森林破壊が心配されている。まあ、バイオ燃料って要は、そういった生物を利用した燃料ね、まあ、トウモロコシとかね、まあ、いろいろさまざまなものがあるんだけど、そういったバイオ燃料というものもある。
はい、いいかな。では、ちょっと駆け足で説明したけども、ここからは問題。問題の1番、まず4台あるから、ここに、ね、映像を一旦停止して見てください。はい、いいかな。では1番から。地震により海底が大きく変動すると発生し、震源が遠くても海岸付近に大きな被害をもたらす可能性があるのは何か。これ何かって言ったら、津波。2番。かけたかな。では2番。日本の国土の 70% を占め、洪水などを防ぐ役割を果たしているのは何か。まあ、書き方いろいろあるけど、例えば森林。まあ、三人とかこういった書き方でもいい。では次、3番。地震の発生直後に地震計で捉えた、観測データからの震源やマグニチュードを推定し、各地の主要道路の到着時刻や震度を予測して、素早く知らせる情報なんていうか。ちょっと長いんだけど。緊急地震速報ね。いいかな、というふうに言った。では4番、窒素化合物などを含む生活排水が大量に海や湖に流れ込んだときに、植物プランクトンなどが大発生する現象には何があるか、うん、例えば、まあ、赤潮。こういったものがある。まあ、一番初めにちょっと説明したんだけど、その次か。赤潮、もしくは青子なんて、ね、こういった、答えを書いても OK。まあ、青子って書いてる人も OK ね。いいかな。はい。では、次行こう。問題の2番。1番から4番までね。では、これも映像を一旦停止始めてください。はい、できたかな。では、1番から。酸性雨の主な原因と考えられる物質は何か、立ち上げなさい。酸性雨は答えは、フロンは、違うよ。いいかな。フロンはオゾン層のところに出てきたんだ。酸性雨、これ窒素酸化物と二酸化炭素は、まあ、地球温暖化などの原因なんだよね。だからこれが、ね、窒素酸化物と硫黄酸化物だ。だから、まあ、答えは2と A。いいな。では2番。生物にとって有害な紫外線を吸収し、地表に届く紫外線を減少させている大気の上層にある層なんていうか。これはオゾン層。では3番、他地域から人為的に持ち込まれた生物を何というか。これは外来種ね。外来種。4番、生物体内で分解されにくい物質が高い、外界より高い濃度で生物体内に蓄積されることを何ていうか。これは生物濃縮ね。いいかな。ちょっと見てみようか。どうだったかな。よいしょ。生物濃縮ね。いいかな。こういうふうになる。はい、書けたかな。大丈夫かな。
はいね、今日はちょっとね、長い内容だったんだけど、もう一回ね、さっと見逃してしまいといたら、もう一度見て、しっかり頭の中に入れてね。はい、ではね、今日の授業はこれで終わります。